これか。うん、これですね。このバタフライ。ちょっと見ましょうか。ってな感じですね。これです、これ。このバタフライは一番、うん、うまくいったなと思ってます。結構ね、だいぶブランクがあったんですよね。6月だから緊急事態宣言明けかな。うん、だいぶね、しかもマスクしてるしきつかったんですけど、うん、だいぶうまく踊れましたね。あとこの最初のね、このこれこれこれ、わかります？このダッタカタタタタン、これこれ意外とね難しいんですよ。これ何が難しいかっつうと、最初前行くじゃないですか、ダッタカッタ、ここね、ここわかります？このね、ここ後ろ足、ここをね、こう枠内に収めるのが難しいんですよ。こう狭い中でね、こう収めるっていうのがまず難しいっていう。結構いろいろね、バタフライ撮ってきましたけど、まあだいぶボツにした動画って、ここでね、足踏み外してバランス崩して次のランニングマンにスムーズにいけないっていう、そんな感じでね、まずここでね、勝ちを確信しましたね。うん、でダブル打ってランニングマンで、このね、シャッフルストンプもまあうまくいったと。これね、羽ばたいてるんですよ。本当はこう前足をこう、なんだろうこれ折り曲げちゃってるんですけど、前に放り出したかったんですね。これちょっとミスっちゃったんですね。これはまあいいでしょう、角度的に濃いんで。まあ、放り投げられてましたね。早いな、ちょっと 0.5 でいきましょうかね。こんな感じ。これが、まあ、個人的に一番理想のシャッフルストンプですね。でそのまま T ステップこうして、うん、ここですね。でここね、ここは割と毎回適当にやってるんですけど、まああまりダカダカしないように言ってますね。ダカダカとバタバタか、しっかり止まるようにしたらいいかなと思ってます。この辺は
はい、ここからですね、はい、ここもね、まあこの上半身がね結構ブレやすいんですよ。結構割と早いんで、今これ 0.5 倍速なんでちょっと遅めに感じますけど、ちょっと等倍で流してみましょうかね。お、まあ早いですね。そんな感じでね、この軸がね全くブレてないんですよ。そんな感じでね、結構いろいろ長いことスポンジをやってますけど、うん、ここは結構うまくできたポイントの一つですね。うん、タッタンタッ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 、はい、こうですね、足で投げられてますね。で、腕もねこうやって羽ばたくのを意識してちゃんとやってきてますね。あ、行き過ぎた、やべ、行き過ぎた。こっか、はいはいはい、タッタッターンタッタッターンタカタカタン、はい、テン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 、ここはね、ほんと回った方が良かったんですけど、よいしょ、せわしなかったですね。タンタンタッタッタンテンテン、はい、これシャッフルストンプですね。クイ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 、タンタン、ここっすね、なんとかスカイってるとこっすね。閉じて開いてくるって回って着地が一番綺麗かなと思います。タンタン、ここ意外と難しいんですよ。ダウンがね、小刻みにきつつ、単ノーツとダウンのセットの場所なんですけど、意外とね、コンボ途切れちゃうんですよ。あ、ここっすね。ここは、僕クラブステップで横にスライドしてますけど、ムーンウォークとかでもいいですね。からは等倍でいくか。はい、これランニングマンなんですけど、回転ランニングマン入れてみたと。回転ランニングマンで、ここがポイントですね。着地で、はい、これこれ、ランニングマンした後にタンって止まるポイントがあるんですよ。それを回転ランニングマンでやって、ブレーキをこれでしっかり決めると。これいつもね、こっち側に流れていっちゃってコースアウトしちゃうんですけど、今回うまく止まりましたと。やっかちゃん、やっかと。はい。で、ここからあれですね。回転ランニングマンですね。ここ青くて綺麗ですね。はい、はい、はい、はい。はい、はい。で、ここなんですけど、ちゃんとね、これ実はランニングマンの下の部分がこう左から右にずれていってんですね。それに合わせて、回転ランニングマンも連れて行かせてると。はい、タッタッタン、はい、ってな感じでね、回転ランニングマンも決まった。あ、ここコール残りですね。ちょっとここはチャールストンでやると美しく決まりますね。ここですね、はい、タン、ここここ、じゃあ疲れちゃったんですかね。ここ一番きついとこっすね。うん、後半のシャッフルストンプ、これはもう前半と同じですね。で、最後のティーステップ、ここは U を描くようにやるといいですね。もうここだいぶバテバテだったんで、あ、これ頑張ってますね。はい、着地して、はいはい、なんか最後やってると、まあいい感じに星5で90度収まったと。割と会心の出来のバタフライ、回転バタフライですね。はい、これが一番かな、バタフライとしては。あ、これもあるな、これ後ろから撮ったバージョンですね。
これプレミアムモードでやってないので、だいぶリラックスでやってますね。あ、マスクつけてやってる。これしっかり貯められてますね。あ、でもやっぱ練習なんで、うん、動きがだいぶ省エネですね。なんかスポンジボブの、うん、あんま綺麗ないですね。うん、なんか綺麗ないですね。スローで見たら分かるかな。あ、外の着地が甘いな。うん、やっぱ切れないですね。これこれ、ここの2セットですね。ここは僕はいつもクラブステップでやってますけど、なんだっけ、ムーンウォークでもいいですね。でこう回って着地、はい、ここからサビですね。何書いて何もチャカチャカチャン、あ、タッタッターン、タッカッタッカッターン。はい、これ、お、おお、これさっきなんかチャールストンでやるといいっすよって言ったんですけど、まあ、さっきみたいにこれなんていう動きかわかんないですけど、これもいいっすね。あ、このだいぶきついラストのシャッフルストンプですね。これ結構ダウン抜けやすいんで、しっかり頭をね、グッとグッとねやらないとダウンが抜けちゃいますよっていう例ですね。はい、ラストですね。うん、まあ、あとウィニングランですね。最後しっかり T ステップやって着地、はい、おしまい。スコア出るかな。あ、終わった。まあといった感じでしたね。